は。こんばんは。はい、金曜日の夜21時、皆様いかがお過ごしでしょうか。新井さとみです。新井も経典第2回始まりました。はい、この番組では株式会社 GSI クレオス、株式会社 RRJ 提供のもと、私新井さとみが模型店の店長となり、ご来店の皆様と一緒により深く濃ゆく模型の世界を探求してまいります。探求していきます。探求します。はい、はい、じゃあご紹介を、はい、まずうちの常連の常連客の中村です。はい、そうです。新井模型店の常連客、はい、そしてアドバイザー。なんで常連客のなのかっていう私が何にもわからないのでお客さんにいろいろ聞いている。まあ、よくお店にいる感じの人。そうです、そうです、ね、はい、はい、そして、はい、私がしつこくしつこく毎回新井模型店に営業をかける GSI クレオスの佐藤と申します。来すぎだわ、通いすぎだわ、お茶出さないわよ、もう通いすぎだよ、お茶出さないわよ、お茶ぐらい私でいかない、いや、買ってきてもう佐藤さん逆にねお茶ぐらい買ってきてくれるんですよ。飲み物ないですからね。はい、佐藤さんです。はい、よろしくお願いします。今日はこの3人でね、デレデレっと。そうですね。前回ちょっと、うん、ゲスト呼びすぎまして、はい、入りきれないほど呼んでしまいました。そうなんです。まあ、反省して今回はちょっと3人で。そうですね、2回目ということで、こうね、はい、番組のちゃんとね、はい、あと前回ちょっと進行的にもね、ちょっとグダグダした感じ。もう手探りもいいのですよ。誰が一体進行役なの、MC 誰なのかっていう、まあ、今日もそんな感じですけど、そうです、ね、誰が回すのか。模型の世界探求戦、番組の方向性探求しましたが、番組ですんだった話ですけど、皆さんもなんか作業しながら、あ、プラモデル作りながらとかね、1時間やりますので、はい、ぜひ1時間のプラモデルも作りながら、はい、見てくれと思ってますね。そうですね、時々見ながら見ながら時々見ながら見てもらえながら、はい、時々見てもらえるとね、まあそんな1時間にしたいなって思ってますね。はい、はい、近況報告どういうことですか。なんか急速進行みたいな感じ。前回からちょうど1ヶ月でした。あ、1ヶ月ちょい経ちましたね。そうそう、2回目やれると思わなかったです。そんな終わりかなって、予算もらいましたから。あ、そうですね。本当ですか、予算出たんですか。 OK もらいましたから、よかった、無事つなげられましたよ。よかったよかった、もうヒヤヒヤでしたからね。ヒヤヒヤでしたね。クレオスさんの上層部の方からもちゃんと話してんのかなと思って、ね、やめろとか言われたりとかね、なんだあれはって言われるかなと思って、どうかなと思ったんですけど、無事に2回目無事に、まあ、ブラジルに飛ばされちゃう、はい、ブラジル支社が日本に留まれましたね。よかった、ブラジル支社に飛ばされて佐藤さんはここにいますよ。いや、意外とあのノリ面白かったよって言われたんで、うんうん、はい、よかった、また見てくれよ。そうそう、僕行く先々でまた見てくれよって言われました。かっこ笑い混じってますけど、ちょっとニヤニヤしながらまた見てくれよって言われるっていうね。やっぱそんな感じだったんだ。じゃあちょっとこれ模型の番組なんで、はい、お二人が最近ちょっと作った模型とかの話とかしてみます。僕最近ですね、1年か1年半ぐらい寝かせてたの、ドラゴンワゴンっていうプラモがあってですね、タミヤの、うん、けどをようやく作りました。え、なんですって。ドラゴンワゴン、ドラゴンワゴン、ドラゴンワゴンって、うん、戦車を乗っけるトレーラーみたいなやつ。え、だって戦車ってえらい重さですよね。私も戦車って自分で走って戦場行くんじゃないのみたいな、うん、だけど運ぶためのトレーラー、回収したり、壊れちゃったやつ回収したりする。そうかそうかそうか、もう走れなくなっちゃったりっていう。一応2台ぐらい乗っかる感じなんで、ね、結構10万メートルみたいな、うん、もっとか 20メートルぐらいか、ぐらいあるよなやつの、まあ、35分の1ってこのぐらいのやつなんですけど、35分の1ってそれぐらい、昔から憧れてたキットようやく作りまして、今コメントで最近作ったのはジバニャン、ジバニャンのプラモデル出まして、僕は模型部っていう、はい、模型サークルをやってるんですけど、はい、この間ジバニャンを作った。やっぱりジバニャンいました。今じゃここにもジバニャンがいました。また作りやすくて、うん、でも可愛いんですよね。そうなんだ、やっぱりキッズ向けですもんね。そっかそっか、はい、
かなり作りやすいんで、それで本当にプラモデル親しんでくれると思う、ね、嬉しいですよね。そうですよね、入り口になってくれたらね、はい、やっぱりね、10代のプラモ離れというか模型離れというか、そうですね、ね、うん、最近なんかやっぱ若い子がなかなかプラモデル作る機会ないって聞いたので、そうですね、その辺から入ってくるかな、うんうん、そうですね。じゃあ、うん、佐藤さん最近何作りました、はい、私はですね、うん、ホビーショー関係のあお仕事でお忙しくて、うん、ホビーショーで、ホビーショーで、ホビーショー関係の展示品を、はい、作ってるので、お仕事で作ってるってことですね。でも最近こう、うん、すごく作りたくなるプラモデルがたくさん出てるんですけどね。例えば？あのバンダイさんがこの前出たナイチンゲールとか。ナイチンゲール。ナイチンゲール？はい。え？あの逆者です。そう、逆者。ああ、ナイチンゲールって、あ、そっちか。そう。逆襲の者、ガンダムですね。ガンダムですね。看護婦だと思っている人多いですよ。看護婦、まあ。でもシャアの機体なんですよ。シャアがそうですね、シャアズナブル様のの、うん、ずっとガレージキットしか出てなかったんですよ、でようやくこうプラモデルで先週から出て、うん、あ、え、プラモデルなかったんですか？ずっとなかった。ガンダムで有名なね、なのになかったんで、ずっともう昔からその機体が大好きで、でガレージキットと高いので買えなくて、ガレージキットっていうのはもう完成品で売ってるってことですか？塗装、未塗装の、なんて言うんでしょう、なんで説明すればいいの、ガレージキットなんて言えばいいですかね、なんすかね、なんでしょうね、未塗装、こう普通のプラスチックではなくてレジン、レジンでできてる、レジンっていう素材があって、うん、そうそうそう、でできたキットみたいな、あのいわゆる大メーカーが作ったとこじゃない、うん、あの普通のディーラーさんっていう同人みたいなもんですよね。あ、そうかそうか、じゃあ個人で作れる。あ、なるほどなるほど。で、あのシリコーンで、うん、あの何個も何個もこう型抜きして、で、あの何十個かな、何十個レベルでこう広く巻けるので、で、まあこうプラモデルにするほどじゃないんだけど、人気のあるものとか、うん、自分の好きなものとかはみんなガレージキットで作るんですよ。はあ、自分で作っちゃうんだ。で、そういうのしかなかったんですよ、昔、ナイチンゲール。ようやくプラモデルで出たんで、買ったんですけど、作れない。まずじゃあ、ホビーショー終わってからにしましょう。ね、仕事の、はい、仕事をしてから作ります。はい、まあなんかそういうメンバーで今日もお送りしましょう。はい、ゆったりと。ゆったりと。はい、はい、皆さんもあのんびり楽しんでてくださいまし。はい、で今回ちゃんとコーナーを作ったんです。そうなんです、ね、前回多分コーナーとかちゃんと作ってないんですけど、大丈夫だよ、一応ね、ちゃんとコーナーを作ったんで、はい、新井さんの近況、新井さんは全然、ね、はい、プラモデル全然作れてない、ね、全く作れてないです、もう息子にきっとバラバラにされると思います。あ、そういう理由ですか？まだ作れてないですね。うん、あ、そうですね、もうちょっとですかね。もうちょっとですかね。一緒に楽しめるようになるかもしれないですね。うん、そしてもジバニャンからは。やっぱジバニャンですからね。はい、もうそうなんですよ。近所の子が。いや、そこはあえて戦車から。あ、え、お、何ですか？ちっちゃくて見える。え、ニコ生メルマガ？え、あ、始めました。始めました。始めました。あ、ニコ生で？あ、なんか言わなきゃいけない。近況報告しなきゃいけない。そう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 、なんかあったんじゃないですか。あったじゃないですか。言うことあったあった。あの、私実はずっと2年ぐらいあのメールマガジンを配信してるんですけれど、はいはいはい、それをニコ生でも始めまして、なのであのニコ生版メールマガジン、なんかちょっとおかしな感じ。そうなんです。ニコ生版のメールマガジン、メールマガジン、そうなんです、始めましたので、よかったら。なんてやつですか？ミッコでナイトという、はい、タイトルのメールマガジン、はい、よかったらあの登録してみてください。はい。緊張以上です。はい、もう終わりですか？終わりです。はい。はい。はい、じゃあ、最初のコーナーを。はい、行きましょうかね。はい、模型目安箱のコーナー。はい。はい。頑張ってみましょう。頑張ってみましょう。頑張ってみはい。はい。このコーナーではですね、皆様から寄せられた、番組出演者への応援メッセージだったり、最近積みプラが100個超えたとか、コンテストでこんな賞を取ったという模型に関するつぶやき、またはこんな時どの接着剤使えばいいのとか、こういう色に仕上げたいんだけどどの塗料を使えばいいのとかいう模型の制作のお悩み相談にもお答えする、はいはい、何でも答えるよっていう目安箱の、はいはい、まあ、普通オタみたいなコーナーですかね。普通オタです。お便りコーナーですね、はい、ですね。ということでです、
ですね、実はメールが来ておるので紹介したいと思います。はい、ありますよ。メールを忘れてきました。すいません、しかも食べかすがついてて、クッキーの佐藤さんが今日買ってきてくれたクッキーの食べかす来たね、ごめんなさい。番号付き、すいません、あの生ですからいろいろあります。見なかったことで、ここから普通歌のね、まだですからね、コーナーです。皆さん伝えてくださいよ。はい、まずですね、ナミちゃんからいただきました。ありがとうございます。新井さんこんばんは。もしかすると仕事で最初からは拝見できないかもしれませんが、本日も楽しみにしております。前回のエプロン姿、ママというよりは若奥様って感じでめちゃめちゃ可愛かったです。これ自作のアイロンプリントのエプロンのことですかね。ありがとうございます。女の子ですね、ナミちゃんですかね。あの女性にもぜひ見てほしいですね。そうですね、はい、ありがとうございます。今日も頑張ります、エプロンつけて。そしてお次、ミルキーウェイさんからいただきました。ありがとうございます。模型についての質問をいただいてますよ。新井店長が子供と一緒にプラモを作るとしたら何を選びますかと。まさにさっき、ジバニャン、ジバニャンって言われますか。ですかね、ジバニャンですかね。ジバニャン、そう、最初からこう、ごっつい戦車とか船やりたいです。船ですね、船やりたいですね。350分の1の戦艦ヤマト。うわ、出た、いきなりの、いきなりそこ、いきなりのヤマト。なんか、なんか子供になんつうこと。無理。あの、城とかね、城、城かかっこいいかも。城とかね。ああ、でもなんかどこかこうゆかりの地のお城とかだったらすごいこう、ここどういう風に作るんだろうとかっていう時にすぐ見に行けるから。そっか、じゃあうちの近所は城ないからな。とりあえずじゃあちょっと旅でもしてこう、やっぱり実際に見て、じゃあこれ作ってみようかみたいな。夏休みの自由研究とか。じゃあですよ、クレの大和ミュージアムに行って大和を作る。なんで中村さんも大和を作らせよ。作らせたい。もう大和大変だったんだから。大変でしたね。そう、あの前私ね、あの戦艦大和、あれスケール何分の1でしたっけ、350分の1の大和作ったんですけど、もうパーツが細かくて、でも本当にすごい作り。いや、もう成功ですよね。素晴らしく成功でした。はい、でもやっぱりね、一つ一つのパーツがちっちゃくてパツンできたらポンポンって飛んでっちゃって、みんなで入り込まれる。そうなの。僕小一の時にヤマト作った覚えがあって、初めて東京タワーに行って、お土産買ってくれるってね、ヤマトのプラモ。東京タワーでヤマトか。ヤマトのプラモで買ってもらって、うち帰ってこう畳、当時畳がある、畳とかとか開けて作ってるんですよ。でもう締め切って作ったら、ボタボタボタ鼻血が出てきて、興奮して、説明書にガーって赤くなって、あのバーって、初めて聞きました、プラモデル作って興奮して鼻血出るって。中村さんって筋金入りのプラモデルなんだ。小一の時。すげえ、こ小一で、ね、今ヤマトと思い出しました。わかりました、すいません、あの作れる気がしまして、やってみます、親子で。はい、あの鼻血出ることやらなくていいと思いますけど、この人すごいよ。すごいな、うちの常連さだ。さすが常連。さてさて、じゃあ次のメール紹介しますね。はい、ジャーキーさんからいただきました。ありがとうございます。番組へのお便りですね。自分と同じ10代の視聴者が思ったより少なくて驚いたような、納得したような、もっと若者の間で模型人口が増えたら嬉しいんですが、マニアックなイメージを持たれてるし厳しいかなっていうメールをいただいてます。はい、さっきも、ね、話題上りましたね。そうそう、上りました。10代が、ね、そうね、さっき20代30代の若い人も多いですよって。いや、そう、あの、ね、今日ちょっと言ってたんだけど、そう10代から見たら30おじさんだよねっていう話になって。あの、あれ手元でいいかな、なんか映せますかね、手元カメラ。手元カメラ、はい、はい、お願いします。一応今日あのうちのサイトの訪問者を見たんですよ。
そしたらクレオスさんのサイトの訪問者を、はい、これ下に出てるのが年齢ですね。おー、うん、18歳から24歳、27歳、あ、そっか、もうじゃあ10歳代というか17歳以下はないってことですね。ないですね。この方 の、 この10代っていうのが、うん、10代の頃って、うん、例えば15歳と18歳って大きく違ったりする。全然違いますからね。どうなんですかね。うん、僕から見たらね、若い人いっぱいいるじゃんって話じゃないですけど。ねえ、ほんともう30歳のところある若いっていう。あ、でも今私この間ミニ四駆の大会見かけました。何を？ミニ四駆の大会を街中で。街中で、うん、見かけました。模型店じゃなくて、模型店じゃなくて、街中っていうかお店かな、ショッピングモール。ーどこのショッピングモールだったか、ちょっと家から遠いとこだったんですけど、ショッピングモールのスペースでミニ四駆の大会っていうかやってました。最近ミニ四駆はなんか親子でやるのか、うん、あ、ね、だからやっぱりお父さんが30とか40で、うん、子供の頃にミニ四駆やってたせいで、ね、だから親子で楽しめる。やっぱ親子が多かったですし、うん、まだ自分が小学生の時、うん、だから20年ぐらい前が、うん、ミニ四駆第二次ブームとか言われていたんですよね、うん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 、で今第三次ブームって言われてるんですよ、確か。だから第一次で育った人がちょうど育ってお子さんとか持ってって言ったら、ちょうど今やっぱ親子、そうですね、ですよね、うん、私が小学生の時に確か第一次ブーム、うんうんうん、かな、うんうん、ですね。僕、あとレッツ&ゴー、レッツ&ゴー、そうだった、レッツ&ゴーですよ。そう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 。僕は多分もう一回就職して転職して30ぐらいの時ですよ、すでに。その時に会社でみんなでハマって、みんなでお金出したのでっかいコース買って、マジ大人って言いづらいわ。ミニ四駆買いに行こうぜって言って、もうパーツも2万使ったりして、勝てないんですよ、子供が。で、ね、いや、それが2万使ったくせに子供に勝てない。金じゃないで、金じゃない。ミニ四駆は金じゃない。高いモーター使ったら飛び出しちゃって全然ダメで、ね、ダメだな。ケリオしようとして壊れたの。あの、完全それレッツ&ゴーで、うん、あの負けるパターンですもん。もうね、内勤はみんな負けるし。ああ、どうだ、そうだ、そうそう。こうピンバイスでこう穴開けたりして、うん、わーって軽くしたらバキッと。ああ、加速加速。ケリオカによる。ああ、ダメだなと。ああ、もう。大体純正品で勝っちゃうんですよ、アニメの中で。当時の一緒にやってたやつが、なんかその後師匠って呼ぶ人がいて、来、うん、たら中学生だったんですよ。師匠が、師匠が中学生、師匠が中学生だけど、もう小学校の頃からずっとやってるんで、もう筋金入り、熟練だ、熟練のドライバーだ。すげえ、ドライバーかっドライバーって言うんだ。言うかとか知らない。いやー、いいわいいわ、ミニ四駆か。だから、なんかあれですね、その10代が師匠になるんであったら、このジャーキーさん、ジャーキーさんちょっと師匠になって、あー、ね、若者にね、広げる、こう広げていく、うん、やっぱね、10代の、ね、14とかだとお財布もね、うんうん、お財政的にも ね、 ね、まだ自由にならない頃ですし、その中でどうやりくりするかみたいなね、マニアックなイメージを持たれてるんですかね、模型って。そうなのかな、まあ、インドアじゃインドアですね、まあ、超インドアですけどね、確かに、うん、子供の頃、完成品はかなりアウトドアでしたけど、出来上がった船を川の上から爆竹で壊す。やるやる。子供の頃ね。そりゃ鼻血出る。ダメですよ、ダメですよ。本当はダメですよ。子供の頃はそういうことやってたんです。子供ちょっとね、一歩踏み込んじゃう。かなりアウトドアな感じだった。アウトドア。モーター仕込んで、で一気にぶちゃぶちゃでやる。もう。潜水艦がね、こう昔はモーターで動くのが多くて、自動浮沈って言ってこう自動的にこう浮いたりするのに。沈みっぱなしです。だってモーターの方に水入るからどうする浮かぶもないですよ。あったわけです。ありましたね、昔はね。それを なぜか池とか川でやっちゃう。うわ、絶対取れないのに。っていうことは言回収不可能。だから入り口ラジコンとかでもいいですよね。戦車のラジコンとか今出てるし、とかでもすごいいいと思いますけどね。ねうん、そっかそっか、入り口はどこでもいいんだ。 そうそれに結構いろいろあるし、うん、最近あれですよ、あの、うん、京商さんで小さいミニツレーサー、ミニツレーサーってこう小さいあのラジコンがあるんですけど、うんうん、それを走らせないで作るだけの人も結構いる。待ってください、そうそう、
いや、あの、ちっちゃくてお値段どのぐらいなんですか？お値段は安いです。ボディだけだったら全然2、3000円とかじゃないですか。あ、うん、まあ、まあ、具体的な数字わかんないけど、はっきり言えないですけど、多分3000円とかで、プラモデルとしてのプラスチックで、すごい出来はいいんですよ。で、それをこう色塗るのが楽しいっていう人、すごい多いんですよ。自分、そこにしますわ。荒井家はそこから行きます。ミニッツレーサーからスタート。イエス。あ、いや、そしたらじゃあ、色塗るのも楽しんでもらいたい。じゃあ、うちからこう、は、あの、なんていう、お祝いとしてなんかこう、いいんすか、いいんすか、ね、私、夜な夜なやりますわ。やっと戻れる。で、お子さん置いてけぼりにしないでください。もう、朝起きたらできてるみたいなことにならないように、はい、一緒にやりたいと思います。へえ、はい、はい、じゃあ次のメール行ってみますね、はい、次はですね、七井ちゃん、かっこ24歳あ、若いからいただきましたね。模型についての質問をいただいてます、はい、私はプラモデルを始めて約3年になります。初めて塗料を購入するときに溶剤が何種類もあって、買おうとしている塗料に対応している溶剤がどれだかわからなく、売り場で口を開けて途方に暮れた思い出があります。迷える子羊ちゃんのために分かりやすい覚え方があったら教えてください。答えてくれおす。ああ、差し込んできますね。塗料といえば。塗料といえば、ね。その話出ましたけど、塗料といえばもう専門家なんで。はい、ぜひお願いします。はい、ちゃんとプロフェッショナルが。はい。はい、じゃあ、ちょっと簡単に説明します。手元よろしいでしょうか。はい、じゃあ、ちょっと戦車さんとお貸ししますかね。ちょっと失礼します。溶剤ですね。溶剤ですね。うちが出しているのが、ざっくり分けると、こうしようか。あ、そうですね。こうですね。はい。こんな感じで。これミスターカラー、一番左に写っているのがミスターカラー。はい、あ、よく見えますね。で、水性ホビーカラー。これがミスターカラー。はい、ミスターカラー、はい。水性ホビーカラー。アクリジョン。アクリジョン。はい。はい、3種類うち塗料出てまして、ざっくり分けると、はい、この3つの、溶剤が出てるんです。溶剤というか、まあ、薄め液ですね。薄め液、はい、が出てます、うんうん、で多分その、まあ、種類が全然違うので、はい、どれがどれだかわからないっていうのは多分ミスターカラー用の、ことを言ってるのではないかなと思うんですね。はい、はい、なのでちょっと画像出していただけますかね。お、ミスターカラー用は、なんか今回ハイグレードな放送をお送りしてますね。差し込みがあるんですかこれ、ね、今回ちゃんと用意されてる。すげー、模型番組らしく。すげー、あ、本当だ、模型番組っぽい。どうですか、ちゃんと素材。マジで、はい、マジで今回はちゃんと用意しましたよ、いろいろ。でですね、ミスターカラー用でも、4種類あります。はい、今画面に出てる一番右のやつが通常の、ミスターカラー用薄め液、うん、はい、これあの青いラベルのやつが特徴です。あの400って書いてあるのは容量、これです、これですか、あの瓶のこれですね、110って書いてある、はい、がいっぱい入ってるやつ、ね、がそうお得用ってやつです、ね、お得用、うん、はい、で、ちょっと一番左の黄色いラベルのやつ、はい、エアブラシ用と書いてあります、はい、これもう本当に読んで字のことエアブラシ用なんですよ。はい、でこれもですね、はい、右の薄め液と同じように、はい、お得用の400の、あ、なるほどなるほど、たっぷり入っとるよと、はい、はい、で、エアブラシ用を使うと、はい、塗料のですね、はい、乾燥がちょっとゆっくりになります。はあ、なるほど。で、ゆっくりになると何があるかというと、はい、塗料ってゆっくり乾いた方が、うんうん、光沢感がちゃんと出るんですよ。はあ、プロだ。つるっとした表面になるんですね。もう一回こう、エアブラシ用って書いてあるから、この黄色いラベルのものじゃなきゃダメなのかなって思うと、そうではなくて、はい、他のものでも OK なんですけども、はい、光沢塗装するにはこの黄色いやつ、へー、はい、が断然おすすめです。ゆっくり乾くぞと、はい、はい、で、並び順ちょっとバラバラになっちゃいますけど、さっきの一番右の薄め液の左にあるラベルは 何色ですか、オレンジと赤ですね、赤の赤の赤というか紫、ブドウ色、ブドウ色ですね、グレープカラーな、ラビットシンナー、はい、ラビットシンナー、ラビットです、ラビットってことは、早いってことですね、あっという間っていうことですね。これを使うと逆に早くなります、乾燥が。あ、なるほど、じゃあエアプラシ用と対極にある感じですか。はい、
はい、まあこれでもこれもエアブラシ用として使えまして、はい、で乾燥が早いのが、いい場合もあるんですよ。例えば、はい、艶消し、うん、艶消し、はい、艶消し塗料だとか、うん、メタリックっていうのは、はい、乾燥が早い方がより綺麗に、はい、だってメタリックってもうツヤツヤしてますもんね。あれはツヤツヤというですね、キラキラなんですよ。キラキラ、ああ、なるほどなるほど。で乾燥がゆっくりだとメタリックの粒子が流れていっちゃうので、ちょっとよどんじゃうんですよね。なるほど。そうなので乾燥が早いと、粒子がこう均等に並ぶので、なのでキラキラが強まるんですよ。そうなんだ。じゃあキラキラ塗るときはラピッドシーナーですかね。はい、断然おすすめです。これもぜひこう一回、やり比べてほしいんですよ ね。そうすればすぐ分かりますしね、全然輝きが変わりますので。そうなんだ。で、その左にある新溶媒液というのがですね、オレンジ色のラベルですね。はい、これね、昔買った塗料とかってこう大体こう固まってんですよね、うんうん、蓋も開けしなもう全然もうこれ使い物にならないじゃんっていう、あの魔法の液体がですね、私がユーザーだった時は出てなかったんですけど、今は出てまして、これ新溶媒液っていうのを、うんうん、固まってるカラーの中に、まあ、適量、そうですね、大体こう買ってそのままの塗料ってあるじゃないですか、うん、はい、だから、まあ、瓶、を満たすぐらいにこの新溶媒液入れて、一晩置くとあら不思議、溶けてるんですよね、塗料が。また使えるようになるんですよ。そうなんだ。カッチカチが、カッチカチがもうドロドロで、それを攪拌するとあるし元通りになるという、はい、ただしこれすごい溶かす力が強いので、はいはい、希釈には使えませんので。あ、なるほどなるほど、はい、本当にじゃあカッチカチの方を、はい、ドロドロへ、ドロドロへ、うん、でドロドロしてるのをこれ使うとさらに、まあ出荷時点というか新鮮な塗料の状態に戻すことができるんですよ。サラサラにできるという、はい、ものになりますので。あ、そうなんだ。じゃあこれさえ覚えとけばなんとかなりますかね。はい、はい、あとですね、うん、全然ラベルの色が違うやつで、ツールクリーナーという赤いラベルのものがあります。あ、ツールクリーナー、はい、はい、もう明らかに見た目が違うので多分間違いないと思います。はい、ツールクリーナーは、なんていうのかな、汚れを落とすためのものですので、はい、はい、それは薄め液には使わないでくださいね。クリーナーって書いてありますしね多分わかると思います。なるほど、はい、はい、わかりました。特徴をね、覚えれば、うんうん、はい、大丈夫じゃないかなと思います。はい。はい、では、まあ、ちょっとこんな感じでがっつり説明してしまったので、はい、次回からはですね、はい、クリオスの商品に関するお問い合わせは、ちょっと、はい、もう、ただいま。ただいま。すいませんでした。お待たせしました。その間お茶が出ました。もうしょうがないから渋々だし。渋々だ。嘘嘘嘘。さっきの残りの2つ、はいはい、残りの2つもじゃあちょっとちゃちゃっと説明しましょうかね。はい、お願いします。はい、じゃあ手元カメラまた。はい、お願いします。はい、お？あ、出るかな。出たかな。はい、あ、じゃあ画像。じゃあこれを消していただいて、残り2つの紙ですね。でこれ水性ホビーカラー、はい、はい、いわゆる水性、よく言われる水性塗料用の、うん、溶剤です。はい、もうこれはですね、もう本当に1種類しか出てないので、はい、この薄め液でやってください。お、はい、でアクリジョンっていうのが今3つ目の塗料としてうちに出してまして、はい、水性塗料よりもさらに安全、はい、まあ、一応水性塗料ではあるんですけども、はい、そのあたりの話は難しくなるのでまた今度説明しますけど、そのアクリジョン用のツールクリーナーです。これツールクリーナー、あ、本当だ、書いてありますね、はい、まあ、アクリジョンというのは、うん、そのできた塗膜がものすごく強い、塗装膜がものすごく強いので、うんうん、薄め液じゃ全く溶けないんですよ。へ、なのでこのツールクリーナーを使って洗わないといけない。なるほど、うん、はい、で水で洗えば落ちるってもんじゃないですもんね。でも乾く前だったら水で落ちるんですけど、乾いちゃうとダメなんですよ。そっか、はい、なるほど、だから必要なんだというものになりますので、はい、はい、覚えていただけると嬉しいです、はい、そうですね、はい、もしどうしても分かんなかったら売り場の方も、うん、多分分かるんじゃないかなそうですね、はい、はい、はい、そうか、はい、
いろいろね、なるほど、ありますので、すごいいろいろあるんですね。はい、という感じです、はい、ありがとうございます。はい、ナナイちゃん分かってくれましたかね。はい、またね、困ったことあったらメールください。いつでも。はい、目安箱のコーナーは以上です、はいはいはい、皆さんメールありがとうございました。ありがとうございました。あのこのコーナー、あの目安箱のコーナーと、それから教えてくれ押すっていう、はい、あの2つのコーナーに分かれることでね、さっき僕が思いつきました。はい、そうですね、クレオスをしていこうということで、はい、教えてくれ、そうですね、クレオスを使ってのコーナー、技術的な質問とかは、はい、ね、クレオス商品については、はい、そちらで、はい、教えてくれ押すのコーナー、はい、その他の、メールに関しては目安箱の方に送ってください。はい。はい、じゃあお待ちしてます、はい、こちらですね、お便りを読ませていただいた方には、素敵な商品を抽選であのプレゼントしますね。はい。はい、ぜひぜひ。でお便りの投稿はですね、新井さとみのメールマガジン、みっこでないとのトップページからお願いします。お願いします。はい。お願いします。はい。以上、目安箱のコーナーでしたと。はい。はい、はい、あ、いやいやいや、すごい種類あるなと思って、まあ模型ってほんと覚えること多いですからね、うん、ねえ、そうですね、うん、それはね、確かに、まあ、他にまだ他社さんのもあるし、うん、あ、そうですよね、海外製のものもあるし、うん、どんだけあるんだみたいな、あと、ね、うん、いわゆる模型用じゃない塗料を使う方もいます、あ、そうかそうか、油絵の具、油絵の具みたいなのでも塗っちゃってます、ガッシュとかありますね。あの、すいません、はい、佐藤さん、はい、あの私久しぶりにあの塗装をあの復活したいなと思ってるんですけど、筆です、筆、筆です、筆、そっか、筆は何号とかあったりだ、面相筆、平筆、丸筆だったり、あの筆にもいろいろ熊の筆があったりだとか、うわ、熊の筆、わ、はい、そっかそっか、じゃあ、はい、また次回筆ちゃんと説明しましょうかね。筆塗りのうまいやり方とか知りたいです、ね。あ、そうですね。あ、私ちょっと筆塗り得意なんですよ。下手くそなんですよ、筆塗り。じゃあちょっと次回筆塗りやりましょう、みんなで。はい。はい、知りたい。あ、じゃあ。筆一つでもそんないろいろあるんだ。筆塗りはすごく深い世界なんですよ。いやー、しまった。いかん。そんなに深いんだ。よくエアブラシ。で上級者向けで筆っていうのが初心者向けって思われがちなんですけど、逆だよ、逆ですよね、逆逆逆、そうなんだ、筆塗りは本当うまくできない、本当難しいですよ、広い面積とか全然ダメですよ、うん、あ、だってムラになっちゃいますもんね、筆だと、そうか、でもこう筆塗りが本当に達人レベルの人って、うん、エアブラシでやったのこれっていうぐらい綺麗にやるんですよ、ムラなく、全くムラないです、そうなんだ、エアブラシでムラが出てるようじゃ私はまだまだだな、エアブラシでムラつくのも結構難しいテクニックですけどね、あえてムラの色とかしますかね、エアブラシだと、あえてじゃないですよ、綺麗に塗ろうとしてなんかムラになってる、それはあえてやってるんですよ、あえてやってるんです、ああ、あえてやってる、天才、天才なんですよ、さすがです、ですよ、いや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 、新井店長、いやいやいや、そんなじゃお茶次から出しますってまた来てください、よし、はい、行きましょうかね、はい、はい、じゃあ本企画いきますか、はい、本企画、はい、はい、本日の本企画ですよ、はい、何やるかっていうとですね、今月末に迫った全日本模型ホビーショー直前企画といたしまして、当番組を提供する GSI クレオスの新商品からその中でも注目の商品をこの番組で、最速レビューいたします、あのそもそもあの全日本模型ホビーショーっていうのはあの何なんでしょうか、まあ、なんていうんですかね、なんていうんですかって言ったらあれですけど、まあ、まず日程があの来週の、はい、土曜日、日曜日、はい、27日土曜日と28日日曜日ですね、はい、東京ビッグサイトにですね、はい、国内の模型メーカーが一堂に会して、はい、まあ、プラモデルのもうでっかいでっかい祭典ですねが行われます、はい、もうプラモデル好きだったら絶対見逃せない、おお、すごいすごい、これ画面に出るかな、出ないですかね、あれ、はい、URL ちょっと出していただいて、はい、そうですね、前は幕張でやってた、そう、幕張でしかも10月に開催してたんですけども、へえ、すごい楽しそう、今回はあの9月にですね、ええ、はい、東京ビッグサイトなので、ビッグサイト、はい、
もしかしたらより来やすくなる方々もいらっしゃるかもしれないんですけども、なるほどなるほど、本当に、はい、各社ともにですね、はい、注目の新商品をもう一斉に展示しますので、うん、はい、2日間じゃ回りきれない感じですね。あ、回りきれないかもしれないです、うん、全部で何メーカー来るのかな、でも相当数ですよね、きっとね、100いくかいかないかかわかんないですけど、とにかくものすごい数が来ますので、で 出版社の方々もね、出展されますので、なるほど、はい、模型雑誌っていうことですね、はい、本当に一堂に関しますので、まあ、ここに来ればプラモデルの今がわかるって言っても過言ではない、うわ、本当にトレンド全部ここで展示されてますから、ラジコンとかもある、ラジコンもあります。そっか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 。なるほど、じゃあ親子でも楽しめる感じですかね。そうですね。特に今回は妖怪ウォッチも出ますし。あ、出た出た、ジバニャ。妖怪ウォッチも出るし、ガンダムも出るし、当然スケールモデルも出るし、はい、プラモデルが好きだとか。私も行ってみようかな。いやいや、ぜひぜひ。行けるかな。本当に1日で回りきれないぐらいものすごいイベントになりますので、そこで買えたりもするわけですか。あ、そうですね、物販だとか、はい、いろいろ限定品が出たりだとか、ね、あ、限定品出たり、あと意外と、はい、面白いのがジャンク市というのをですねやるんですよ。何ですか。普通プラモデルってこう、ワンセット、パッケージに入って、で売られてますよね、はい、ですね、ジャンク市というのは、分かった、はい、まあ要はアウトレットですね、うん、まともな品物にならなかったランナー、プラモデルの、はい、一つのまだカットする前のがくっついてる状態ですよね、ランナーに、ランナーをこう、一枚一枚売っていくという、すごい、もうそんな場でないと普通メーカーってやらないですよね、わ、これ目的に行く方も多いんじゃないですか。去年から始まったんですよ。そうなんだ。で去年ものすごいお客さんが来たんで、入場制限かかったぐらいなんですよ。すごい、はい、あ、行かれるっていう方いますか。いなかったらちょっと悲しい。もうだからもうプラモデルとかで改造する人とかって、よくそのジャンクパーツから取りましたとか、そうですよね、そっかそっか、もうものすごい魅力がある。それはプラモメーカーさんが出店、そう、プラモデルメーカー公式でジャンクを売ってます。大体そのランナー1枚でおいくらぐらいとかで売ってたりするんですか。ほんと数百円。あ、数百円、パーツ請求すると1ランナー400円とかそっか、多分そんなぐらいじゃないですか。なるほど、300円、じゃあランナーだけじゃなくてデカールとかもあったりするんですよね。あ、デカールとかもあります。私の大好きなポリキャップもいっぱいあるわけですか。多分出ると思います。大好きなんだ。大好き。なんでポリキャップを大好きって言うのか。なんかもうすごくピンポイントですね。ポリキャップ大好きなんです。でも本当そういうなんかピンポイントな、なん例えば戦車の天輪ないかなとか言って、それ目的でこう来る人もたくさんいるんで、いろんな楽しみ方できますね。うちもジャンコン、去年は出なかったんですけど、今年はジャンプ市出まして、まあ、まだちょっと細かくは言えないですけど、うちはもうめちゃくちゃ安くいろいろ提供します。お、さすが。お、小銭持ってたくさん来てください。小銭たくさん持って、お釣りの手伝いように、あとお買い物袋とかあると便利ですね。あ、なるほどなるほど、いろいろお買い物するのも楽しいし、見て回るのも楽しいんで、本当に一日予定上げてホビーショーにぜひいらしていただきたいと思います、はい、行かれた際はぜひクレオスさんのブースにお立ち寄りくださいまして、はいはい、もちろん他のメーカーさんもたくさんいろいろ出店しますので、はい、各社、なんていうかな、代表してお待ちしております。はい、じゃあじゃあじゃあ、はい、クレオスさんの一押しのこう商品っていうか、はい、ホビーショーに持ってくもの、はい、最速で紹介するって言っちゃったので、はい、何か一つで結構なんですが、はい、ありますか。じゃあ2つ2つ。今日サンプルご用意できたのが、はい、セメントリモネンペンという、はい、セメントリモネンペン、はい、見てみてください。するかな、はい、ちょっとですね、本商品版と仕様が違うんですけど、はい、リモネンセメントって分かりますか。リモネンは分かります。オレンジの、そう、オレンジ、オレンジの匂いがする接着剤、はい、はい、まあオレンジ由来の、オレンジ由来なんですよ。あ、オレンジの皮の油って、そうそう、あの
溶かす、油を溶かすんですよね。台所洗剤にもよく使われてます。そうそれと似たあの成分系のセメントです。はい、で、はい、それがペンに入ってるという。なるほど、ペンタイプってなかったですかね、もしかして。過去にも、まあ、うちは出してなかったですけど、まあちょっと便利そうです。ちょいちょい使いで、はい、ちょっとやってみてください。あ、これいいですか、はい、このパーツに、はいはい、じゃあちょっとちょこんとちょこんとちょこんと、匂いがですね、本当にあの、あ、本当ちょこんって感じいいんですけど、あ、いっぱいつけてる、ぐるぐるやで。これちょっとこう今、でも今映ったかな、はい、ここ、あ、今手が出てるところですね、はい、はい、これが今セメントつけたところなんですけど、はい、こんな感じでですね、普通、接着剤ってハケとかで塗るんで、あ、そうですね、あのマニキュアの大きくなった瓶みたいなのに入って、ハケでこうちょいちょい塗ったりってことですよね。そうそう、そんな感じなんで、もうあの、まあ、やっぱりはみ出しちゃったりとかするんですよね。そうですね、はみ出します、塗りすぎちゃって、あと臭かったりだとか、はいはい、そういったものが、これですでに解決いたします。へえ、はい、そうなんだ。標準タイプ と、極細タイプ、あ、極細もあるんだ、はい、極細タイプはですね、より、はい、ペン先があの、まあ、いわゆる極細ペン、こんな細いんだ、はい、こんな感じです。本当ボールペンみたいになってますので、あ、映んなくなっちゃった、出るかな、ましたかね、大丈夫ですね、はい、こんな感じでございます。あの、ちょこんちょこんってさらにこう、仮止めにもいいねっていう、あ、いいですね、仮止めだとか、はい、あとあの本当に最近のプラモデルって、あのちっちゃいパーツが多いんで、多いですね、うん、そういうのに、適してますね。なるほど。おいくらですか、ね、おいくらかというとですね、はい、標準タイプが300円、はい、300円、極細タイプが350円。お、やっぱ極細は技術がね、ギュッとあるので50円だけ。ただぜ、うん、まあね、いろんなところで買ったら、まあ、もっと安いんじゃないかなと。別に仮止めだけじゃなくて本当に使うのも OK です、ね、あのリモネンとはいえですね、かなり強力な接着力を持っておりますので、はい、あの本格初心者向けじゃないんですよ。あの初心者の方から、ヘビーユーザーの方々まで、はい、幅広くお使いいただけますので。リモネンってなんかあれですよね、最初接着力なくて塗ったすぐときて、はい、ツルツルでダメかなと思うと、ちょっとするとすっごくくっつくよね。あの時間差でってことですか。時間が経つとすごい柔らかくなる、素材に浸透していくので、そう、すごい柔らかくなる。じゃあプラモデルの表面をじわーっと溶かしてって、うんうん、そこにピタッとくっつくんですかね。そうです、ちょっとすごいくっつく感じ、うん、へえ、オレンジ由来といえどもこう、うん、侮るなかれてる感じなんですよ。なるほど、そうなのか、はい、まあ、まずちょっとね、これでこう、はい、匂いが苦手っていうお客さんがちょっとでも減ると嬉しいです、うん、そうですね、はい、そして、はい、そしてもう一つ、はい、もう一つあの注目商品が、はい、はい、じゃあこちら、わお、はい、うちからというかクレオスからですね、はい、ようやく瓶入りの墨入れ塗料が出ます。瓶入れって今までなかったんですか。うちは出してなかったんです。なるほど、いや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 、はい、いやいや、そういうことですよ。一挙に4色、出すんですけれども、はい、はい、あのこれのですね、特徴としては、はい、油絵の具に近しい成分を使っておりますので、はい、はい、強烈な匂いだとか、はい、はい、よくあるプラスチックが割れてしまうだとか、溶けてしまうという問題を解決した塗料になります。はい、じゃあ新井さんを汚してみましょう。これこれちゃんとあの、あ、一つまでそうだめだ、一つまでそういうことじゃないです。ウェザリングです、はい、ウェザリングを簡単に説明してもらえますか。今回さ、知らない人、そうですね、ウェザリングというのはですね、じゃあちょっとここで戦車くんに登場してもらいましょうかね。はい、はい、じゃあちょっとよろしいですか。はい、戦車くんです。じゃんじゃがじゃんじゃんじゃん、はい、じゃじゃん、はい、今日作ってきました、はい、こちら佐藤さんが作ってきてくれました、はい、パパッとは作れなかったんですけど、何度か作ってきた。この戦車の模型なんですけど、はい、これすごい綺麗ですよね、まだ。そうですね、何も、してない状態ですね。でも本当の戦車っていろいろ戦場を走ったりだとか、そうですよ、泥まみれですよ。あとは砲撃を受けて、そこが黒くなっちゃったりだとか、そうですね、焦げたりもしますからね、はい、だからちょっとこの綺麗なままだとリアルじゃないんですよね。そうですね、綺麗なだけになっちゃいますからね、はい、これを汚して、うん、
実際にその、本当の戦車に近づけていこうという、その技術全体をウェザリングと言います、ざっくり言いまして完全に、はい、いやいやいや、でもそういうことですよね、はい、ウェザリング、ウェザーっていうこと、お天気とも、はい、まあ、同じスペルだったかな、確か、風化するだとか、なんていうのかな、はい、劣化するっていうのが違ったかな、とにかくこう汚れるっていうような意味合いもあるんですよ、はい、ウェザー、それをする、まあ、イングウェザーリングということでウェザーリングになります。はい、で、スミレト領と言っておきつつ、ウェザリングって言ってどっちなのっていうふうに思われる方が結構いらっしゃるんですけども、はい、スミレもウェザリングの一つなんですが、スミレってわからない人がいるかもしれない、もうやってみましょうか。そうですね、これがスミレだってやっちゃえばいいですね、はい、やっちまいましょうか、うん、そうですね、じゃあちょっとこのままだと、汚れてしまいますので、はい、はい、あ、ダンボールだ、はい、ダンボールを、はい、はい、どうぞ、ありがとうございます、中村さん一緒に使いましょう、はい、これ、使う前にですね、よく振っていただいて、これ玉入ってるんですよね、玉入ってます、中に金属球が、はい、うんうん、玉が入ってまして、で、もう、これはですね、はい、薄める必要性がないです、はい、もう振っていただいたらもう完璧な、とろみになりますので、はい、もう大丈夫ですよ、もう大丈夫ですよ、なんか楽しくなってもう大丈夫、もう大丈夫です、はい、じゃあ配りましょうか、はい、で、いや、やっぱり見やすいですから、これやばいなぁ、下手に選ばれるわ、誰でも簡単にできますから、大丈夫です、本当ですか、はい、佐藤さん、もしよかったらうちの店入れますよ、これ、あ、本当ですか、じゃあたくさん仕入れしますよ、これ目玉商品ですわかりました、はい、で、筆はついてないですね、筆はついてないんです、塗料なんですね、なんでかというと、そうかそうか、まあ、いろんなこうウェザリングって平筆だったり、ね、丸筆、粘素筆、さっき言っていろんな筆があるので、一つ筆入れてしまいますと、はい、逆にその筆使わなきゃいけないのって思われちゃうんで、筆抜いた分ちょっとお安くしましたので、あ、なるほど、はい、筆分コストダウン、筆分コストダウン、おいくら万円なんですか、1個380円、安めです、いいね、はい、で、こうやって今蓋開けてますけど匂い全然しないですよね、臭くないです、全然、まあ、一応ですね、はい、インカ製ありの溶剤を使ってるんで、そんなに、まあ、うん、換気してくださいと書いてるんですけど、その本当に匂いが少ないんですよ、まあ、でも一応換気はしておきますか、一応換気はしておきましょう、ね、はい、はい、まあ、念のためですね、はい、はい、だからもう匂いが苦手だから、まあ、例えばスミレの塗料を使えないとかって言っていたお客さんも、うん、これだったら入り口すごいやりやすいんじゃないかな、よし、じゃあスミレ、はい、早速やってみましょうか、あ、じゃあ、はい、佐藤さん、はい、佐藤プロ、ぜひ、はい、スミレをここでやってみてくださいまし、じゃあちょっと一瞬そのティーガー貸していただけますか、ぜひぜひ、はい、この子で、はい、ですね、じゃあまずスミレっていうのはどういうものかというと、はい、はい、お願いします、こうやってですね、はい、塗料を、筆に染み込ませまして、はい、じゃあポッと入れます、じゃあここに入れてみましょうかね、は、素敵、はい、こうやって、これちょっとですね、今自分の使っているのは墨入れ用というよりも汚す用の塗料ですので、あんまり流れないんですけど、こうやってまず書き込むんですね。継ぎ目のところですね。そうそう。で、こういうところに色を入れて、で、どこ行った？あれ？薄め液はどこに行った？あ、いた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 。あ、これじゃないです。専用の薄め液がありまして、あ、いた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 。お、はい、今この継ぎ目というか、なんて言ったらいいですか。継ぎ目ですね、これも専用の薄め液、これも専用の薄め液が出ますので、こういった感じ、あ、ウェザリングカラー専用か、これは分かりやすいですね、はい、で、これもですね、匂いがかなり少ないです、へー、はい、で、これをちょっとスポイトを使って、はい、スポイトが見当たらないので、よいしょ、わー、こんな感じで薄め液を取りまして、薄め液を取りまして、はい、で、こうやって拭き取るとですね、うん、こうはみ出した部分がきれいに拭き取れます、はい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 、そうするとこうやって細い線だけが残るんですね、
でこれを全体的に施すと、うん、あの全模型の立体感がより強調されて、なるほど、こうさらにおもちゃっぽさがどんどん消えていくという、うん、あのウェザリングカラー専用っていうことですが、他の、はい、あの薄め液と何か違うんですか？非常に優しい薄め液になってます、こちらの薄め液。匂いも少ないし、プラスチックに対するその浸透性っていうのも低くなっていますので、うんうん、はい、こちらの薄め液はもう専用でやってください。なるほどなるほど、はい、でごめんなさい、ちょっとさっき4種類出た時説明しておけばよかったんですけども、はい、これどういう塗料かというとちょっといいですか？はい、はい、ここあ、じゃあ色、はい、ですね、こちらのマルチブラックというのが、はい、これが、汎用的な黒というそのままでですね、墨、うんうん、入れに使える黒です。ああ、なるほどなるほど、はい、継ぎ目のところだったりとかに、はい、流し込む、流し込むの、これかなりサラサラです、このマルチブラックは。うーん、はい、で2番目がグランドブラウン、これ濃い茶色の、ちょっと見えるかな、はい、濃い茶色の塗料なんですけども、うんうん、これは泥汚れとかなので、グランドですもんね、はい、これさっき使ってしまったんですけど、これかなりドロドロしてます。なるほどなるほど、はい、でこのステインブラウン、ステインってサビって意味なんですけども、はい、これもドロドロしてます。サビ汚れを表現するためのものです。そっか。で、4つ目、サンディーウォッシュ、これあの砂の色してるんですけども、これさ結構サラサラしてるんですが、塗って乾いた後に、塗って乾くとですね、まるでそこに砂が溜まったような感じになります、うん、お、質感も再現だ、はい、でドロドロしてる塗料も、うんうん、あの墨入れに使いたいよっていう時にこの薄め液を使って、なるほどなるほど、はい、流れ込みやすくすることができますので、うん、はい、まあ、基本的にはセットでお買い上げいただけるとすごく嬉しいです。はい、はい、というわけで、まあ、簡単と言いつつ、じゃあ本当にできるのっていうことで、はい、新井さんにもぜひこのマルチブラックを使って墨入れをやってみましょうか。わかりました、はい、使うとですね、そっちの面相符ですかね、はい、面相符で、細い面相符で使います。でじゃあちょっとやってみましょうかね。はい、お手本をお願いします。はい、これでよいしょ、ちょんってやると分かりますかね。あ、流れた、どんどん流れていくんですよね。ほんとサラサラなんですね。このパネルの部分がどん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 こう、そっか、こうやって全部やっていくと立体感が出るってことなんですよね。こうやって、これが墨入れですよ奥さん。こんな感じで、さっきと全然立体感変わったと思うんですよ。ここの線って先ほどは見えなかったと思うんですけど、こうやって墨入れを施したことで、うん、ようやくそこのパネルがあるというのが見えてくる。なるほど、これ割れづらくなってんですもんね、この塗料。かなり割れづらくなってます。に対して、はい、で、うん、これ、はみ出したところはこうやって綿棒で拭いてやるという感じですね。ちょっと汚かったという感じです。こんな感じでございます。はい、で、あ、下塗り塗料溶けないのって書いてありましたけど、はい、流れましたか。はい、あのやっぱかっけー。え、流れる、あ、そっち、あ、あ、流れるとやっぱりかっこよいです。なんかほらほらほら、あ、じゃあちょっと途中経過、今止まってる間に洗いでちょっとやっとりました。わかります、ここら辺の部分なんですけど、見えるかな、わかりづらいかな、ここら辺をやったんですけど、わかんないかな。かなり立体感が強調されてる感じないですよね、うん、やっぱ見えないか、はい、この辺なんです、まあ、ここら辺とかやったんですけど、もうちょっとやってみよう。暗いか、ちょっと暗いのかな。そっかもな、なんかちょっと暗いかな、うん、あの下地が浸食しないかどうかで質問が来てまして、どうでしょう。下地浸食しないです、油絵の具系ですので。あ、なるほどなるほど、はい、これ黙っちゃいますね。中村さん、中村さん完全にもう今黙っちゃった。今黙ってますよ。完全になんかあの世界を開いていない感じがもう今見えたんですけど。自分の家にもう閉じこもっちゃった感じですよ。いやもうこういうもんですよね、やり始めたらね。あのこれ今塗ってるプラモってサイズなんですか。76分の1です。76。エアフィックスのプラモデルです。
いえ、おいえ、キモテ、久しぶりのスミレ、おいえ。スケールって、基本72分の1とかがスタンダードなんですけど、うん、76分の1であることには理由がありまして、もともと鉄道模型の縮尺が76分の1なんです、はい、なんであのエアフィックスってもともと鉄道模型用のボロボロを使って作ってたんで、はい、じゃあちょっとこっちに、大丈夫、なんかすごいなんか引っ掛けて大惨事が起きる気がなんか、あとはあのこれ拭き取り用、これ今日キッチンペーパー自宅から持ってきたんですけど、ありがとうございます。模型の拭き取りだとかにキッチンペーパーおすすめなんですよ。へえ、やっぱり耐久性だったり吸水力だったりってことですか。そうだったりだとか、繰り返し使えるんですよね。あと油に対してもね、キッチンペーパー強いですしね、うん、あと何よりホコリが立たないんですよ。あ、確かに、料理にも入れたりとか、料理中にこう鍋蓋にしたりとかするじゃないですか。そうですね、はい、どこにも使えるぐらいこれホコリ立たないので、すごいおすすめなんですよね。キッチンペーパー、キッチンペーパー、明日からキッチンペーパーの買い占めが起きました。いや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 、スーパーでそんなになったら私困りますからね。近所の奥さんにも困りますよ。オイルショック、キッチンペーパー、キッチンペーパー、オイルショック。もうこれ黙っちゃうの本当に。黙りますね。あー気持ちいい、気持ちいい、これいいな、この匂い。初めて炭入れってのやったのを食ったのね、うん、F14 トムキャットの筋彫りを自分でこう、自分でカッターで筋彫って、うんうんうん、昔トツモールドって言ってこう、なんだろう、本来へこんでる部分が全部出っ張ってたんですよ、安いキットって、でそれを全部削ってカッターでこう掘り直してやったとこにチョンってつけてさーって流れて、超気持ちいいと思って、その感覚すぐ大事なんですよね。あ、これそれがね最初の体験かな。あー、いえ、こういうこと大事。あー、炭でいいなって思った。楽しいんですよ、本当に。でなんかね、上手くなった気がした。うん、わかります。エアブラシと炭入れで上手くなった気がする。ちなみにその流れるのをですね、毛細管現象というのですよ。はい、はい、まあなんていうのかな、その溝にこうサラサラとした、液体がこうなんていうんですかね、落ちるとこう吸い上げていくんですよね、その溝がどん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 こう液体を、はい、それを毛細管現象、植物であるやつですね。はい、模型って無心になれますよね。ちなみに、こうテクニックとしてなんですけど、こう塗ったところをですね、薄め液だとかで、はい、薄め液だとかじゃない、薄め液でこうやって伸ばすことも大、できますので、はい、だから例えば、なるほどなるほど、はい、ちょっとこの白い紙使わせていただきますね、はい、こういう普通油汚れとかって、こう、なんていうんですかね、垂れたりとか、そう、垂れる汚れだとかができます、うんうん、あの油、これのテクニックをですね、語ろうとすると語りきれないので、ウェザリング奥深、ウェザリングは奥が深 い、奥が深い。じゃあ、ルコさん、ちょっととりあえず出してみてみてもらって。わかりました。ちょっと待って、そろそろね、時間なんで、そうですね、終わりますよ、このままだと。これで、そうかそうか、まあ、続きを放送後にそうですね、やってまだ拭き取りしてないんですけど、いいですか。あ、すごいかっこよくなってますね。やっぱ立体感というか、こうなんだろうな、本物感、見えるかな、うん、こんな感じ。めちゃくちゃてっぺんとか見える、見えますか。センスいいねって、おいしい、メリハリ大事よね。明らかに最初の、うんね、なんだろう塗ってきましたって感じからは、いいかな、いいかな。いや、すごい、初めてなの、初めてですよね。いや、違います。あ、じゃあすいません、じゃなかったわ、さっき話しましたね。いや、ちょっと
そんなにやったことない方でもできます。そうそうです。私上手じゃないです。でも私もう何もしてません。さすが新井店長。もともと模型店の店長ですからね。はい。どうでした今回この塗料を使って。これすごいシューンって。で、シューンってなるし気持ちいいですよね。いいですね。はい、あと匂いがないのはやっぱりすごい。それは大きいですね。おしゃれですよね。ね、匂い全然ないですよね。匂いが全然ないです。忘れてた塗料だって。ね、濃さがそれぞれ違うっていうのは、はい、そう、それが面白い。サンドなく。なんかこう粘土をいちいちこう調節すると、うん、なんかうまく使えないんだけどとかってなっちゃうじゃないですか。うんうん、それはやっぱりこうお客さんにとってはね、ちょっと嬉しくないところだと思いましたので、うんうん、イメージするウェザリングってやっぱりこう、うん、いろんななんか質感があるでしょっていうのも、うん、あったので、もうあえて粘土を最初から調節しちゃうという。風にしました。すごい砂の、はい、塗ってみたいと思いました。はい、まあ、全部で4種類ありますので、うんうん、その粘土が違うよとか、あと使い心地どうなのっていうのもですね、うんうん、ホビー紹介場で実際にお客様に試していただきます。はい、お、佐藤さんはいらっしゃるんですか？私ジャンクの方にいるんじゃないか。多分ジャンク叩き打ってると思いますね。ジャンク叩き打ってる佐藤さんにもぜひ会いに行ってくださいね。ブラジル行きは免れたんですけど、販売員に販売員になりました。でもよかった。モノルの大好きですから。定食だと思いますよ。発売はいつ？あ、はい、発売はですね、10月の下旬を予定しておりますので、はい、じゃあ先にそこで試せると、はい、そうですね、1ヶ月も早く試せますので、はい、ご期待ください。はい、はい、いや、楽しかった。はい、はい、以上、本企画でしたね。本企画ですね、はい、次回は何やるんでしょうね。はい、じゃあ次回も含めて、じゃあ、締めのご挨拶を。はい、じゃあ締めちゃいますね、はい、もうそろそろクローズしますよ、店の方。本日紹介しきれなかった新商品もね、発売予定なので、なんかいろいろね、今日紹介できなかったものも、はい、クレオさんのブースに行くといろいろあるそうなので、はい、ぜひね、見に行ってください。ご期待ください。はい、全日本模型ホビーショーは9月の27日土曜日と28日の両日開催です。場所は東京ビッグサイトですのでご注意ください。例年幕張メッセだったんですが、今回はビッグサイトです。幕張行って呆然としないようにして、ね、そうですね、本当、はい、ご注意くださいね、うん、本当に間違える人いると思ってそうか、ビッグサイトですよ。はい、次回、はい、次回あるんですか？あります。次回やりますよ、絶対。じゃあ次回第3回、はい、ちょっと日程はまた後日ということですけども、多分こうとある模型メーカーさん、はい、とあるプラモデルシリーズってもうとあるとあるばっかりですけども、なんでしょう、なんでしょう、なんでしょう、まだちょっと具体的にあれですけども、はい、ですね、ミスターホビーさんのその商品を使ってこう作り込んでいこうという企画を今考えてるんですけども、はい、ちょっとどのメーカーさんとかどのシリーズかっていうのはまたちょっと楽しみで、お世話の企画の方がいらしていただいて、まあ、またゲストが来ますので、はい、ワイワイタイムで。おお、はい、わかりました。予定です。予定でございます。番組の方向性も決まってきましたしね、はい、もうゲスト大丈夫です、はい、もう大丈夫です。ゲストにご迷惑をおかけします。呼びすぎない程度に。そうですね、まあ、1人2人がちょうどいいですよ ね、そうですね。もうこの前3人はもう、はい、ちょっと3人4人っていうの無理なんで、つらかったです。はい、です、はいはいはい、また楽しみ、ね、はい、はい、よろしくお願いします。じゃあこの番組では皆様からの投稿メール、ふつおたをお待ちしてます。あれですね、目安箱のコーナーと教えてくれよつのコーナー、はい、両方にメールをお待ちしてます。そしてですね、投稿は、みっこでないとのトップページから送ってください。はい、はい、ね、メール読まれると素敵なプレゼントがあるかもしれません。はい、ということ。そして最後に大事なお知らせ、言うとかにはなりませんね。はい、こちらハピラジではですね、捨てられてしまった犬や猫の里親になることをご検討くださいってことを言っております。里親にぜひなってくださいましということです。はい。はい。よし。もう運命、なんかすごい運命の時間が待ってるみたい。はい。言うこと言った。はい、うん、よ
ます。はい。いやいや、ここからだ。そうそう。はい。じゃあ、というわけで、はい、これ最後がいいですかね、一応。この番組。あ、そうですね。あ、はい、そうですね。はい。じゃあ、この番組は、GSI クレオスホビー部と RRJ の提供でお送りしました。はい。はい。それでは、締めの言葉。はい、締めの言葉。あ、来たー。いや、でも意外と好評だったんですよ。前回あんな風に言われてましたね。もう会う人、会う人に、ニヤニヤとさ。ニヤニヤと。あれ言っちゃうよ。あれ言っちゃいますよ、今回も。というわけで、というわけで、また次回も見ていただけたらということで、今回終わりたいと思います。はい。では、それでは。それでは、また見てくれよーす。思い切りましたよ、ポーズ。じゃあまた次回決めましょう。はい、じゃあ決めていきます。はい、またよろしくお願いします。ありがとうございました。